皆様こんばんは。33期生双葉ボール専属姫路うららです。今日もうららぼの時間が始まりました。ハッピーハロウィンですね。私ね、ハロウィン9月末やと思ってたんですよ。9月のブログ、自分のブログに、もうすぐハロウィンですねって書いたんですけど、9月の30ぐらいじゃなかったかなと思って、誤解でした。10月やねんって。もうハロウィンの日まで分かってないわ。失礼いたしました。今月、ハロウィン月ですね。すごい、こんな、いやもうこの声を佇んでるけど、ステーキにしてもらって、ハロウィンやの。いいね。よかったね。嬉しそうよ。すごい、もう、すっごい不安定に両面テープでくっつけてるからさ、あんまり触るなって言ってきてる。俺に触れるな。そっとしろって言ってるからちょっとそっとするわ。さて今月はですね、もうすぐラウンド1カップがあります。皆様選抜大会応援していただきましてありがとうございました。今回なんか新たな方式で選抜大会が3日間あったんですよ。大阪と愛知と東京で、それで1日に4シフトを準備してもらって、3ゲームの4シフト、マックス12ゲームね、この12シフトをエントリーして投げに行くという選抜大会でした。これに、無事に通過できたので、本戦に行けることになったんですけれども、でもこの選抜大会が怖かった。やっぱり3ゲームで、その、一発勝負みたいな感じなので、チャンスは12回あるとしても、その、なんか一発勝負っていう感じですよね。トータルピンじゃないから。3ゲームでいくら打っても、さらに上の人がいた場合に通過できない。だいたい1シフト、ちょっと会場によって変動するんですけど、だいたい50人から60人ぐらいの選抜エントリーの中で、1シフトに4人しか通過しないっていう、本当に狭き門だったので、その要項を見た時に、ざわ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 ってなりました。これ大変なことやなーって思って。で、1シフト4人ずつ、1日に16人と、その1日の12ゲームの中で、違うな。1日の3ゲームの中でね、通過した獅子16名を除く、それ以外の中の上位2名のスコアの方も通過すると。だから、1会場につき通過者は18名。ラウンド1カップに出られるのは 18×3 で54名です。その中にね、滑り込めましたので、ラウンド1カップレディース2017、頑張っていきたいと思います。選抜大会の応援に来てくださった方も複雑な思いで通過はしてほしいけど、私にね、通過はしてほしいけど、朝一の3ゲームで終わったら寂しいなみたいな確かにお休み取ってよし今日は応援するぞって決めてくれたのに、そう3ゲームで終わったかみたいなこう、うん、嬉しいねんけど、もうちょっと応援もしたかったなっていう皆さんの複雑な気持ちを聞いたりですね、また私が投げ終わって通過したっていう後に駆けつけてくださった方もいらして、本当に面白くも歯がゆくもありがたい選抜大会でした。私は大阪会場で通過できたので、本当にありがたい、恵まれた結果でしたね。もちろんスケジュール上は愛知も東京も行くつもりだったんですけど、やっぱり11日12ゲームって本当に大変だし、それにまあ1ゲームごとにレーン移動するので、いつでもそうですけど入るレーンによって全然違ったんですよ。私は1ゲーム目に一番右の端のレーンからスタートして、ものすごく遅かったの。もうどんだけ出しても帰ってくるっていうようなレーンだったんですね。だから光ってる端って切れるボールで右向けにしっかり出して返してたんですよ。それで250もらったんですよ。で、わ、これはいけるんじゃないかと思って次左の方にこうレーン移動した時に全然帰ってこないの。不思議よね。さっきまでのは、もう本当だからそのレーンのだけのことって頭では分かってるんですけど、でもこのボールでこうやって投げて2号打ったすぐ後にね、
それをこう覆すんがなかなかできないの。まあ当然だと思うんですけど、その対応の遅れを取る。だからいつまで経っても光ってるボールで右向けに投げちゃってて、で先が甘くて返ってこない。結局曲がるボールに変えて出して返すようにしたんですけど、なんとかギリギリ間に合って210っていうとこだったんです。でも1ゲーム目に250だった時は1位タイのスコアだったのに、2ゲーム目210点した時は8位に下がったんですよ。だからほんと打ち合いだったので、最後のゲームどうなるかなという気持ちで挑みました。挑みましたし、それで3ゲーム目は結局出さずにまっすぐに攻めるような感じにしたんです。最初は曲がるボール、2ゲーム目からの引き続きで曲がるボールでまっすぐにしてみて、曲がらないボールに変えてまっすぐだったんですよね。で240で、3位通過、嬉しかった本当に朝早朝の白熱した戦いでしたけど、本当にもう通過してよかった。これでラウンドカップにも出られるし、あのポイントも賞金も確定なんですね。今回の方式って本当珍しくて、今までにない方式ですよね。また本戦も、ラウンド1南砂店で応援していただけたらと思います。やっぱりラウンド1カップって賞金が一番あの高額なのでしびれますよね。あのランキングにすごく関わってくるから、賞金ランキングも、まあ、もちろんポイントランキングもそうなんですけど、アベレージランキングもそうなんですけど、やっぱり賞金ランキングを、ね、上位狙うにはラウンド1カップは外せないっていうみんなの意気込みがあるので、今年もどなたが優勝するか分かりませんが、その優勝するチャンスが訪れる最終日の上位に食い込んでたいなと、はいはいはい、入りたいって思ってます。結果どうなってるか分かりませんけれど、一生懸命頑張りますね。応援お願いします。さりげなくサンダータイガーのユニフォームを飾ったんですけど、気づいてました？結構これ馴染んでない？雷っぽくってそんな考えずに持ってきたんですけど、なんか今一番新しいウェアをね、皆さんに見てもらいたいなと思って持ってきたんですけど、こう稲光がすごいでしょ。なん色、発色がすごく綺麗に出てて、ほら今にももうピンに、あ、こっちか、今にもピンに食いつきそうでしょ。これね、蓋はプロショップオンラインのオリジナルウェア。難しいホワイトボードいる、説明じゃないかんわ。私今関わってるウェアがいっぱいあって、あのボーラーズストリートでしょ。ボーラーズストリートは双葉ボールさんの中に繊維製品部があるので、あの双葉ボールさんで全部作ってるやつ、国産デザインも製作も、それがボーラーズストリート、一番最初に誕生したウェアね。その次にチームララができて、チームララはまあ決まってないんですけど、あのオフィシャルこうファンクラブの名前を前面に出したやつ、よくトーナメントで私が最終日に着るので、皆さんもこう着てくださるような、なんかこう戦いに行くっていう感じのウェアですね。前までは ABS さんとコラボさせてもらってて、今もそうなのかな、 ABS さんがあの一緒に作ってくださったウェアでしたね。で、その次に、ボーラーズタウンっていうのができて、これはサンブリッジさんとのコラボですね。あの、またウェアの形とか色とかデザインが変わるので、まあ、今まで経験しなかった火の鳥とかですね、あのボタンとか、それはボーラーズタウンから出してもらって。で、今回新たに、プロショップオンラインですよ。これは、私が、あの、用品契約をしているのが、双葉プロショップオンラインなんです。同じ双葉ボールなんでややこしいんですけど、専属の契約は双葉ボールさんとしてるから、背中には双葉ボールね。で、今まで用品契約ってワッペンを貼ってましたでしょ、ABA さんの。それが今後、双葉プロショップオンラインと契約したってことです。ですから、用品はすべて双葉プロショップオンラインさんから、こう、利用するっていうことなんです。そのメーカーとしてのウェアね。ちょっとまあややこしいんですけど、
まあでもいろんなこう角度からいろいろな 方向へ向けてこう投げかけるっていうことです。なんかボーラーズストリートはちょっと女性っぽさが出てて手が出しにくかったけど、こうボーラーズストリートは男性でもいけるとかさ、ボーラーズストリートとボーラーズタウンはちょっとこう可愛らしさだったり鮮やかさだったりが出てるけど、チームラナとプロショップオンラインはかっこいいから俺でもいけるとかさ、なんかこう全員の方に何か気に入ってもらえるものが一つでもあればなというカテゴリーや対象の増加です。なのでまあ、あのお気に召すものが一つでもあればいいなというふうに思ってます。いろんなウェアでトーナメントもチャレンジも投げて、私も気分転換になるし、みんなにも今日はなんかいつもと雰囲気違うねっていうふうに楽しんでもらえたらと思います。よろしくお付き合いください。今日はですね、先月の MK チャリティーカップのご報告と振り返りさせていただきたいと思います。特に皆様から感想をいっぱいいただくのはラウンドロビンのポジションマッチ、坂本かやちゃん戦ね。暑かったねあれ。